こんにちは。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。大阪市住吉区にあるリーフハリキュー整体院院長の笹原健太郎です。本日はこちらですね、変形性膝関節症と体重の関係について話をしていこうと思います。で、今日なぜこの話をするのかといいますと、変形性膝関節症、やっぱり体重の重い人の方が変形は進みやすいと言われております。で、と言われてもなかなか体重を落とせない方が多いですよね。なので今日はもう変形の膝関節症があって体重を落とせない方のために、どれぐらいもう肥満やと変形性膝関節症になりやすいのかっていうことをはっきりとお伝えできればなと思っております。はい。で、まず変形性膝関節症、男女比で、まず差がありまして、基本的にも女性の方がなりやすいです。女性1対4ですね。1対4で女性の方がなりやすいです。これは骨盤の広さとかが関係してくるんですけども、詳しくは別の動画でも説明してますので、そちらの方を見ていただければなと思います。で、もし肥満になると男女でどれぐらいの差が出るのかといいますと、男性でだいたい 3.9 倍ですね。で、女性で 4.2 倍の確率で肥満の方は変形性膝関節症になると言われています。だから体重の軽い方よりも肥満の方の方が4倍近くですね、変形性膝関節症になるんですね。なのでもう痛くなってからでは遅いですので、なるべくその変形が進む前の段階で体重というのはしっかりとケアするようにしていただければなと思います。はい、それでは以上ですね。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。